はい、こんにちは、さかなえです。いつもたくさんの動画の中から見ていただきありがとうございます。今日はですね、OPPO のスマホをお持ちの方、このですね、寒い冬の時期におすすめのこの壁紙を紹介したいと思います。これ、かわいいですよね。これがですね、ロック画面で、こちらがホーム画面になるんですけども、このようなかわいいですね、壁紙の探し方とですね、おすすめのですね、壁紙を紹介したいと思います。このチャンネルではですね、OPPO の使い方の動画もたくさんアップロードしています。OPPO のスマホはですね、とても楽しいスマホですので、これからですね、購入を考えている方、またすでにお使いの方はですね、ぜひ見ていただけると感謝です。OPPO のスマホにはですね、テーマストアというものがありまして、今見ていただいたこのロック画面とですね、あとこちらの方のですね、ホーム画面の壁紙、とですね、アイコンですね、このアプリのアイコンですね、これもですね、トータル的にですね、デザインされたものがですね、提供されています。それもですね、無料で使えてですね、すごくたくさんあるんですね。ですからその季節によってですね、デザインをですね、すぐにですね、こちらの方のスマートフォンにですね、反映させることもできます。ではですね、今私がお気に入りのですね、壁紙と実際の設定のやり方、またおすすめのですね、壁紙を紹介したいと思います。ではですね、まず私が今ですね、非常に気に入っている、この冬にですね、ぴったしの壁紙を紹介します。まずロック画面がこんな感じになります。これですね、こんな感じで熊さんがですね、刺している傘の上に雪が積もるんですね。楽しいですよね。そして上の方にはですね、時計があるんですけども、時計にもですね、雪が被っています。そしてこちらがですね、ホーム画面なんですけども、こちら、このアイコンですね、これもですね、こんな感じでですね、カレンダーも非常に可愛いですね。あと、キープメモとかですね、あとはですね、こんな形でですね、非常に可愛いデザインとなっています。そしてね、ここにですね、先ほどのですね、クマさんがですね、傘を被って、雪が積もっているというデザインになってます。こんな感じのデザインですね。はい、そしてですね、OPPO のスマートフォンにはこちら、スマートサイドバーっていうのがありましてですね、ここのところをですね、横にスライドすると、ここに自分でですね、使いたいアプリ等がここに置けるんですけども、こちらの動画はですね、別の動画で紹介していますので、そちらを見ていただきたいんですが、PayPayですね、で、支払うときですね、この辺にここに置いてですね、熊さんのですね、顔をですね、ちょっと見せてですね、これでですね、コンビニで、支払うとですね、その店員さんがですね、癒されるかなと思ってですね、こんな使い方もしています。そしてこちらの方の設定の仕方なんですけども、こちらのテーマストアというアプリがもともと OPPO には入っていまして、今ですね、少しわかりづらいので、テーマストアというのはこちらのアイコンになります。このテーマストアを開きまして、このホームのですね、これ検索があるんですね。こちらでからですね、検索でですね、例えば、今冬ですので、ウィンターとか検索します。ここはですね、日本語はできないので、英語で検索を入れてください。そうするとですね、ここでですね、いろいろ出てくるんですけども、ここでテーマ、を選びます。テーマというのがですね、こちらの方のロック画面とホーム画面とですね、アイコンをですね、変えられるものです。で、ここにですね、ウィンターで検索入れますとですね、こんな感じでですね、冬にまつわるようなですね、壁紙が出てきます。例えば、これこの前使っていたんですけども、こちらもいいですよね。それでこれをですね、どんな感じでここにここで見られるのかというのを確認したいときにはこちらをタップしますと、これがロック画面です。これがホーム画面というふうに確認ができます。そして戻す場合はですね、ここをダブルタップしますとこういうふうに戻ります。これなんかも冬らしくていいですよね。それでですね、これがいいなと思ったときにこちらの方の適用をタップをします。そうしますとこれダウンロードする形になるんですね。で、これダウンロードが完了しましたということと、あと適用しましたということで、そうしますと、このロック画面ですね。で、こちらホーム画面。で、こんな風に変えることができます。それでですね、今ですね、ダウンロードしたものはですね、どこにあるかというと、
このマイページですね、の、ここのマイリソース、ここに入ってきます。これですね。で、過去にですね、ダウンロードしてあるものをここに全部入ってきていますので、一度ですね、ダウンロードしてしまえばですね、あとは、今日はこれにしようかな。という場合には、この適用をしますと、もうダウンロードはしませんので、このまま適用になるという形になります。こんな使い方になります。それでですね、あとですね、ここでスノーと入れてみますね。それでスノーで検索しますとですね、このテーマでこちらが出てくるんですけども、あとですね、ここに出てないくてですね、ちょっと冬にまつわるようなやつもあるんですけども、その場合ですね、私ですね、ちょっとこの人のデザインいいなと思った場合にですね、こちらの方、をタップしますと、こちらはですね、この方が作ってるみたいなんですね。そして、ここにですね、アーティストコレクションっていうのがありますので、こちらをタップをしますと、その今で作った方のデザインのものがすべてここに出てきます。そうするとですね、こういうちょっと、これはクリスマスのシーズンですけども、こんなものとかですね、こちらの作ったですね、ものっていうのはここに出てくるんですけども、こういうふうにですね、こんな形ですね、たくさんこういうふうに出てきます。ですから、この中にですね、結構冬っぽいものもこんなふうにありますので、こんな探し方をですね、合わせてするといいと思います。で、私がですね、冬にですね、お気に入りで使っていたものがですね、最初見ていただいたこちらのものですね。とですね、こちらの雪景色のもの。あとですね、もう時期が過ぎましたけれども、クリスマスの時にはですね、ここら辺のものを毎日変えて使っていました。あとはですね、これなんかも結構面白いですよね。これが録画面でホーム画面。はい、こんな感じでですね、こちらのテーマストア、こんな感じで使えるんですけども、今ね、寒いですから、これで春になって花が咲き始めたら、ここで花でですね、検索をして、見るとですね、結構ね、春っぽい、このね、桜とかですね、ものもたくさんこういうふうに出てきますので、こんな感じでですね、こちらのデザインを楽しんでいただけるといいんじゃないかなと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。簡単に変えられてですね、なんか楽しい壁紙がたくさんあるんですけども、私はですね、大体1日か2日おきぐらいにですね、いろんな壁紙を変更しています。またですね、途中で紹介したようにですね、PayPayで支払うときはですね、店員さんにもですね、楽しい気分になっていただけるといいなと思いながらですね、支払っています。はい、ということでですね、このチャンネルではですね、OPPOのスマートフォンの使い方、とうとういろいろ動画をアップロードしています。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたありがとうございました。失礼します。さよなら。